こんにちは。氷のエリアに入りました。滑るということが分かっている。多分滑り止めが手に入るということも分かっている。で、変な雲があるので、あれが多分このエリアの、召喚できるやつだと思いました。あまり深追いせずに、まずはだから多分氷のエレメントみたいなやつをたくさん集めるということが重要だと思います。だって赤いところにすらまだ行けないもん。今何が必要なの？なんか箱持ってこいってことは言われてるくさいけど、今行ける場所が本当になくない？あの雲に乗ってみる？あの雲何ですかと。おい、やばいな。やばいこと言ってる。本当？穴になる？そこ行けるかな俺。そこ行けないな。青いの鳴らす。この縦のラインどこに行ってもあんまり意味がなくて、これそのものは消えたっけ？さっき消えてないから再利用したければすればいい。赤い鐘を鳴らせるけど、鳴らせるけど、ここで青い鐘を鳴らせるけど、鳴らせるけどやね。左側のエリアに私まだ行けないんだよね。左側のエリアに行けないんだよね。じゃああれか、一旦こっちか。で、箱も滑るを。僕がそこを行けるわけではないの。
どこならいけんねん。ない。あ、これ今までの鳥のエリアになんかワープできるんじゃない？違うね。やば。ちょっと待って。何それ。普通にワープする。往復ですか？それとも往復っぽいですね。この子たちの行き先変えられるのかな？これは今深追いしてはいけないやつ。いけないので、やっぱ連れてってもらおうか。なんだろうな、氷、なんかところどころ風のようなものが舞ってるんだけど、これなんだろう。ここになんで風が舞うんだろう。今やりたいことが別にここないので、次行く。なんか毎回さ、しばかれるんだけどさ、今回は仲良くなったね。シューティングゲームみたい。4人。ドット絵警察大激怒みたいな演出だったんですけど、ママに連れてってもらってもいいよ。で、あ、女の人消えちゃったよ。ワープがなかなかすごいね。あれ撮りたいですよね。あれ撮りたいんですよ。あれ撮るには、スイッチオフ目。向こう側まで穴を閉じていきなさい。
ダメではない。ダメではないが、ダメだよね。あんまりここにあるものを自由に持ってけないんですが、穴があったら落下する。うん、なんか下にあるこのパーツがあんまりこう好き勝手に動かせなくて、じゃあどうするべっちゅう感じ。絶対邪魔だよね。こうだったのかもしれない。こうするとこれが。氷なのに滑らないんだね。これで取れる。よし、一個。頑張るぞ。左側は今やるべきなのか。何がやれる？滑らないならじゃないと無理じゃない？鍵を取りに行くことですら、滑ってる最中針には触れませんとかだったら熱いんだけど、多分そんなこともなく、帰ろう、帰る帰る。破壊可能なものは破壊できます。ワープホール入ったら先に進むこともできます。左上のあれを取りに行きたいよね。ワープホールになんか突っ込む。多分ホール。よくださー。これは紫、え、これ、あ、入り口が2つあって出口が1つあってことか。あ、じゃ下から上に上げればあの穴が埋められて、同じルートで入れれば行けそうだ。という。なるほどね、これってもう関係なくずっと滑っちゃうんだ。どうするか。すごい難しいな。滑らなくなる床の概念すごい昔。あー、しかも箱を押したら俺はそこで止まれるというのもあるの。つえーなー。ここで止まれちゃうよってことね。
すげえな。どうしよう。これで終わっちゃったんですよ。箱を持ってきたいよなと思って、一つ下で、だからそこで止まれない、マジ。そのライン上で止まれれば箱を押してって上に突き上げてクリアできる。ここのライン上に雲ってできたっけ。できてないね。雲をもっと遊ばせる動き方とか、箱がそんなに動けないね。星行くならこの木箱とかを上に上げるやつなんだけど、いやー多分まだじゃないかな。雲の行き先がないでしょう。今あそこで取れるのがそのエレメントだから、エレメントは最優先で動きたいんですよ今。鍵よりも星よりもエレメントなんですよ。それがあればさらなるアップデートがあるから、あれは積極的に取りたいで、なんか謎解きのやつで多分滑らないアップデートが入るから、それも取りたいわけですよ。分かってはいるのよ。アップデート後にエレメントを取る理由分からへんから、ワープホール入って下行くでもいいんだよなと思って。ストッパーが消えるですか、それは。ワープホールに左から入りたいっていうのが、それがあるのか。それがあるのか。ワープホールに左から入りたいっていう。ちょっと待って、スタート地点ここじゃない可能性もあるのか。いきなりこう来て、こう、こうやっていったれみたいなやつがなんかある、なんかあるかもしれないのね。
まずいよ、まずいよ。ブラックホールの下から上げるの時点で、この箱1個下なんだけど、1個下止まる手段ないのがマジで辛い。雲持ってくる向き逆かな。ここに戻ってくるんかーい。下に戻ってくる手段ってないの？ないねー、ないねー、ないねー。雲のいる場所に俺が行ってないとダメなんだよ、それ。いやー、むず。そんな使い方しないよね。これは真ん中に降りる手段がないため、雲を動かすことができない。しんどい。ちょっとこれ飛ばす、ごめん、飛ばすわ。多分解けるやつなんだけど、解けない、俺の頭では。ポンプなさそう。エレメントなし。まだ早いと思うやつ。箱を左側に持っていけ。
まずい。まずいな。右下にある雲のところまで行けないと。ダメなのでは。右下の雲のあるところまで滑って行きたいけど。いやー、まずい。非常にまずい。全く溶けるやつが出てこない。これやばいな。エレメント6個中1個だもんね、まだ。まだ。雲を生き残らせる手段がない。壁に絶対行ってしまう。左半分はクリアできない。え、俺のなんかさ、認識が変なのかな？なんか、仕様をまだ見つけてないのがあって、実はそれすごい重要だったりするのかな？いけないんですよね。私これだと箱がそこにある意味がない。箱がここにある意味がない。なんだそれ。わからん。これで下通れるようになるんで、あれは取れる。
このエリアでも、え、右側の雲を使わないっていうのはよく分かんなくなったって話だろ。ここはわけ分からないので省略でしょ。左側に行っても俺の行き先がないのでダメでしょ。左側の穴に入れてもここから上に上げる手段がないんだからそれできんくて、どっちだ、深追いしない方がいいのか。最初に雲を捨ててるのがナンセンスではある。これ雲捨てないとこいつが移動できない。一つだけで持っていくのはできない。まあ分かんない。飛ばすんかなこれ。飛ばす？プレイヤーが滑らないになっても分かんないんだよこれ。そもそも箱が滑ってる話だから。あ、いや違うのか。違わないわ。箱が滑っちゃう夢の世界だから。わかんねえ。やばい。やばいわ。何もやることがない。何もやることがない。え、でもどういうこと？左のエリアで凍らせるものですらない。雲とかそういうのがなくて、プレイヤーが滑ってる以上絶対にクリアできない。
なんか遠隔であれを鳴らす手段みたいなのが必要なのかな。スイッチを踏めば先に行けるけど、箱が一つしかない世界なので今の俺の能力では不可能。穴に何かするっていうアップデートがあるんだろうな。ここはエレメントが1個あるので取りたいやつ。だが、箱、箱、なんか、違うだろう。あ、ん？スイッチ関係なく止まれればいい。どうする？パスする？するか？
パスするか。青色を直せれば一個取れる。これ、こっから入るのが必要なのかな？右下にもあるから。これはなんか動かしておくのがスタートっぽいんや。そうかな。これぐらいはやった方がいい気がするんだよね。こっから入れへんや俺。そもそもか。箱を取ってこいという話になる。この箱を。この箱をどうすりゃいいんだ。右端まで押し込んでやれればいいか。左の鐘を鳴らさんといかんねんな。嘘、あの箱の下に行けない。あの箱の下に行くルートがない。今しかない。でも今上に上げたら箱は上に行ってしまう。これを今踏んではいけない。せめて一つは残せ。
あれは踏まないといけない。いやー取れた、すげえむずいよ。とう、ここ以外は行けない。え、どこ行きゃいいの？右のエリアには行けない。檻に持ってってもらうしかない。これ戻るんだよね。でも、あ、いや、その下行ってないんだっけ。ここに行ってない。じゃあね、こっから来てる。鳥がどこに連れてくかをなぜマッピングしてくれないんだ。今日はここまで。すごい難しいんですけど、この難しさがあれなんよ、アップグレードがないとできないよねっていうものに挑んでる難しさなのかもしれないというのが常に今つきまとってるので、ずっとこう半信半疑ではあるんだけど、まあでも一旦は挑まないといけないもんね。いけそうなやつは一旦挑んでみて、まあ、なんかどうしてもいけないよみたいな確定までいけたら無視するって感じだな。時間はかかります。では。